私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。早見優、バストが過去最大級に。疑問符？大きめ T シャツがテントのように貼って。あのツヤキャラ役で。青木愛、好きな漫画、発表動画で見せた女優業への意欲。土屋ふとし大鳥、爆裂バストをローアングル撮影、新ドラマのツヤ衣装に期待値マックス。氷川きよしが胸元にセクシーな私服で響く大人の色気ファッションリーダー早見優に一体に何が起きたというのか。55歳にしてバストのサイズアップが指摘されている。早見は3月24日インスタグラムで T シャツ姿を公開した。コロナの陽性者が出たことで公演が中止になったミュージカルの T シャツだという。公演はなくなったが、せめてグズは見てほしいということで公開したようだ。少し大きめサイズの紫の T シャツを早見は身につけています。胸の部分にはミュージカルのタイトルとイラストが描かれている。そのイラストが歪んでしまうほど胸が膨らんでいるんです。週刊誌記者。T シャツの生地がまるでテントのように張っていて、バストの大きさが感じられる。早見は推定 D カップ。ただ、この写真だとそれよりも大きく見える。限りなく E に近いサイズになっているのではないでしょうか。実は早見は昨年末頃からボディの充実が囁かれていて、バストが大きくなっていると指摘されています。それはどうやら真実のようです。前で週刊誌記者。薄着になる夏を楽しみにしているファンが多いだろう。あのツヤキャラ役で、青木愛、好きな漫画。発表動画で見せた女優業への意欲。昨年11月9日、富樫義博氏原作でアニメ化もされた人気漫画、ユー星ユー星白書の実写ドラマ化が2023年12月からネットフリックスオーダー配信されることが発表された。昨年6月に山口下関でロケ撮影が行われた模様だが、キャストは未だ正式に明かされず、配役予想が SNS 上で盛り上がっているようだ。そんな、ユー星ユー星白書のキャストに名乗りを上げたのは、この人。アーティスティックスイミング元日本代表選手で、現在はタレントの青木愛だ。自身の YouTube チャンネル、愛チャンネル、青木愛オフィシャルの3月20日付、好きな漫画参戦。簡単ふ。語り始めたら懐かしのキャラが止まらなくなった。簡単ふ。と題した投稿会で女優業への意欲を口にしたのだ。意外にも漫画好きだという青木にハマっていた漫画をスタッフが問うと、ユー星ユー星白書。めっちゃ昔ですけど、全巻持ってました。とメイン以外の登場人物の名前や様々なエピソードが次々に口をついて出る青木。スタッフが実写ドラマ化について触れると入れてもらえませんか？ふふ。と、カメラ目線。冗談めかしてはいるものの、女優業に意欲を見せたのだった。また、現在ハマっている漫画には、V6 の内田純一主演で2019年、21年と2度にわたり実写映画化された、南克久氏原作の漫画、ザ・ファブル、を挙げ、中でも、男勝りにアルコールが強く、その色化が魅力的な女性キャラで、木村文乃が演じた、陽子、が好きだと話した。そして、お酒強いから、私もこれで着るなって思いながら読んでた。と白い歯を見せた青木。ユー星ユー星白書にキャスティングされるかはさておき、女優業に意欲を見せた青木にはぜひ推定 E カップのツヤや、カナバストの膨らみも拝見できるようなツヤっぽキャラを期待したい。土屋ふとし大鳥、爆裂バストをローアングル撮影、新ドラマのツヤ衣装に期待値マックス。3月30日、山崎賢人と土屋ふとし大鳥が W 主演を務めたネットフリックスオリジナルドラマ、今はの国のアリス、シーズン2のコメント動画が公開された。同ドラマはすでに撮影を終え、12月に配信予定だという。今はのは20年に配信されたサバイバルドラマで世界70カ国以上でアクセスランキングトップ10入りするなど大ヒットとなりました。ネットフリックスを今回、シーズン2クランクアップ直後の出演者のコメント映像を公開。
そこで主演の山崎は、毎日、すごいスケールのでかいパワーアップしたアリスの世界で撮影できていた、と語ったほか、土屋も、毎日がとても尊くて、すごく幸せな時間だったなと思います、と撮影を振り返っています。テレビ記者。そんな土屋といえば、シーズン1ではバストラインがつゆわになった美しいタンクトップ姿が大きな話題となった。それだけに新シーズンでも彼女の美ボディっぷりを期待するファンが多いという。今回公開された動画で土屋はドラマの衣装と思われるオレンジ色のツヤっぽいタンクトップ姿でインタビューに答えています。さらに同日、自身のインスタグラムでもその衣装を着た写真をアップしているのですが、背景に空が映るようにローアングルで撮られているため、バストのボリュームがよりはっきりとわかるショットになっているんです。これにはファンから、なんという絶景。豊かな美バストが強調されていて素晴らしすぎる、これはシーズン2のタオパイも期待値マックスだ。と称賛の声が相次いで、います前でテレビ記者。今はの大ヒットにより海外のファンが急増することとなった、土屋。シーズン2でも、その美ボディと演技で世界中の視聴者を虜にしそうだ。氷川きよしが胸元にセクシーな私服で響く、大人の色気、ファッションリーダー。歌手の氷川きよしさんまでにインスタグラムを更新します。彼女の胸はセクシーな組み合わせの姿を見せた。この日、日野木川さんは、楽しくて着心地がいいコンビネーション。気持ちよくて自信のあるものを選びたい。と、コメント。そしてネイビーのコンビネーションを着て撮影。公開。彼女の胸のボタンは開いていて、カジュアルな露出はセクシーです。氷川きよしの私服ショットは、ナチュラルファッションが本当にいい。この投稿を見たファンからは、本当に素敵な笑顔です。今日もおしゃれですカラカラキーちゃんは何を着ても素敵ですね。可愛くから眉毛の角度も一番強いです。ナチュラルファッション。キーちゃんはとても素敵なファッショナブルなエキスパートです。キーの笑顔であなたの顔が癒されるのを見て嬉しいです。なんて美しいハンサムな男。エンターテインメント界のファッションリーダー。胸の影はセクシーです。あー肌の色にマッチし、大人っぽくなります。シンプルなファッションで日野木川の魅力が際立つ。丸記事にリアクションしてみませんか？